テクノフェスタを取材中なんですが、気になる名前って結構たくさんありますよね。そうですね、なんかどれも面白そうですよね。面白そうですね。僕が今一番気になっているのが、日本刀で科学する、日本刀で科学するっていうタイトルなんですけど。日本刀と科学ですか？そうなんです、結びつかないですよね。全然結びつかない。だからどんな研究をされていて、どんな体験ができるのか、早速行ってきたいと思います。それでは行ってきます。本日はですね、日本刀の強さの、今秘密を皆さんに知ってもらおうということで、まあ、具体的に日本刀の、まあ、そこに展示してるんですけど、それに関するビデオを見てもらって、まあ、理解を深めていただいた後、金属の、組織っていうのが実際にこう拡大してみると、こう全然こう違うもので、それによって金属っていうのはすごい性質が変わるんですね。っていうものを、実際に、中にあるちょっと、まあ、ちょっと高い機械があるんですけど、そちらで実際に組織を見て、そこに傷をつけて硬さを実際に見て、まあ、その違いというのを体感してもらって、金属は、組織が違うことでこんなにもさまざまな性質を持っていて、そして日本刀はそれを生かした、すごい技術だということを、まあ、ちょっとみんなにしてもらおうかなということで展示を行っています。実験室ですか、ここは。はい、ここは実験室で、まあ、温度管理された、まあ、すごい精密な実験を行う部屋ですね。今精密そうなことが分かるような機械が、まあ、ボックスに入ったそうですね、あるんですけど、まあ、こちらナノインベンターって言いまして、まあ、先ほどお話ししたように、まあ、金属いろいろ組織があって、まあ、それぞれにいろんな特性があるのを、まあ、微小に見なきゃいけないじゃないですか。で、実際にカメラで、微小に組織を選んで、その部分にだけ小さくアッコンって呼ばれる、まあ、ひし形の傷をつけるんですよ。で、その傷が、まあ、どの力で打つかっていうのも設定するんですけど、まあ、均等な力で打てば硬ければ、傷が浅く、柔らかければ傷が深く入るじゃないですか。で、その差っていうのを比較するための機械で、硬さを調べる機械ですね。今日本刀を科学するっていうブースで見学してたみたいだけど、どうでしたか？とても面白かったです。金属の硬さについての詳しい説明とか、組織の説明を分かりやすくしてくれました。理解できました？分かりました？はい、少し予習もしてたので。お、じゃあ今日結構メインで見に来た感じですか？はい、日本刀は作り方も面白いので、よく調べたりしてます。さて、日本刀を科学する取材してきました。あんなにこう日本刀自体の素材にまで こだわるというか、内容を知ることってないじゃないですか。なかなかないですよね。強度だったりとか、ね、しかもこう機械がかっこいいですよね。かっこよかったですね。普段あの機械ももちろん研究室にあるものなので見ることはできないんですけども、これも一つの楽しみですよね。本当ですね。学生がどんなところで学んでいるのか、そんなことも楽しみながら分かるというのが、このテクノフェスタのいいところだと思います。それではそういった他のブースも行きましょうか。行っちゃいますか。はい、では次の展示に行ってきたいと思います。